3日午前7時ごろ、岐阜県と滋賀県の県境付近の JR 東海道線で、貨物列車の機関室から火が出て、現場にいた JR の社員が消し止めました。けが人はいませんでしたが、貨物列車は現場におよそ6時間半にわたり立ち往生し、東海道線は一時運転を見合わせました。貨物列車の出火が起きたのは、岐阜県関ヶ原町にある関ヶ原駅と、滋賀県米原市にある柏原駅の間の下り線です。警察などによりますと、貨物列車は午前5時半ごろ、機関車のブレーカーが落ちたため停車しました。駆けつけた JR 社員が点検し、再出発しようとしたところ、機関室内で出火したということです。この影響で、東海道線は関ヶ原駅と米原駅の間で列車が運行できなくなり、およそ6時間半にわたり立ち往生しました。上り線は午前8時過ぎ、下り線は正午過ぎに運転を再開しました。